皆さんお疲れ様です。風のしずくです。今日はアーティシャルのアレンジをやろうと思うんですけれども、まず用意するものは100均のグラス、これはキャンドゥさんです。それから前回ちらっとお見せしたこのお花ですね、が1,2,3,4,5,6輪で、6輪じゃ足りないかなと思ってちょっと白のこれを買ったんですけど、それでも足りなかったら何かお家にあるブルー系のもので代用しようと思ってます。それも100均ですね。それからこれですね。であとはまあなんとなく合わせて切ったフォーム、それからリボンで、一応またこれも保険でこれですね。これは100均ではないですけれども、これでですね、それとこれにアレンジをしていくわけなんですけど、どうしても頭でっかちになってしまうので重みをきちっと出すためと、あとまあアーティシャルなんですけど、みずみずしい感を出せたらいいなと思ってこれを使おうと思います。でまずそのジェルですね。ジェル、タオルはない。ジェルを入れます。これですね。これぐらい。このフォームギリギリまでは入れたいのでもう一個かな。
そしたらどうしようかな、下にクズが落ちるのは困るな。いつもは無理やり押し込んで入れちゃうんですけど、ちょっと今回ちょっと中にクズが入るのは嫌なので、こんな感じかな。でそしたらこれですね、花で、でここの部分は切っちゃいます。それでまあ全部こうやって切ったのがあるんですけど、ですね、1、2、3本か、薄いの先かな。こういう感じで折って。ちょっと固定のためのグルーガンがいるかな。フォームが浅いので、もしかしたらグルーガンが必要になるかもしれません。そっち側が前の状態ですね。でかすぎる。こんなに大きくなくてもいいかもしれない。グラスとのバランスを考えて、あ、そうだ、忘れてた、これやります。フォームを隠す、ああどこが最初あった、これじゃでかすぎますかね。この辺、どの辺で切ればいいんだろう。この辺かな。この辺かな。うん、そこまで考えてなかった。この辺ですかね。
にリボンを乗せちゃいましょう。斜めになってる。これグラス自体がこう斜めだからちゃんとまっすぐって難しいですね。でこうですね、これぐらい。でこれもですね、同じ。こんな感じ。あとはもう本当にプツ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 刺していくだけなんですけど、これじゃ大きいかな。うん、やっぱり足りないな。
どうだろう、大きいかな、顔が思いっきり写ってる、やだマジ。やっぱどうしようかな、ここまでブルーできたらブルーで揃えたいね。まあこれもこれも使えますけど、まだちょっとあれだな、やっぱりこれでも全部買ってきたんですよ。どうなんだろう、白ありかな。本当は全部ブルーにしたかったんですけど、引き立て役で白、ありかな。カメラの角度すごい見にくいんですよね。こんな感じ。こんな感じ。やっぱり足りないな。今ちょっと隙間を埋めるのを用意します。はい、だいぶ前に一目惚れで買ったアジサイ、使い切ってしまいそうですね、もしかしたら。あとこの辺ですね。ちょっとこれリボンやり直しますね。気に入らない。
とここですね。で、ここはもう裏なんで葉っぱでいいかな。こんな感じ。とかぶっちゃけこれで出来上がり出来上がりなんですよ。なんか寂しいですかね。何か欲しい。でも私はこれでいいかなと思ってるんですけど、ちょっとまだ見えるかな、大丈夫かな。まあ多少フォームが見えるのは問題ないと思うんですけど、バランス的にどうかですね。どうだろう。要は玄関とかに、まあ、玄関とか、まあリビングとかに置く手で作ってるんですけど、でこれにちょっとフレグランスかなんか、まあ、香水でもなんでもちょっとアロマオイルでもシュッシュッとやっていただければ、まあなんていうんですか、玄関とか入ってきた時にいい香りがすると、意外とアーティシャルなのに玄関に飾ってあると無意識に香りを嗅ぐお客様がいるんですよ。なので何かフレグランスをちょっと巻いて玄関に置いたらいいかなと思って、玄関に置く手で作ってます。だから、ちゃんとテーブルの上に置くとかっていう場合は、要はこちら側も同じように、要はどの面から見ても大丈夫なように作りますけど、玄関に置くというあれで作ってるので、はっきり前後ろという形で作ってみました。いかがですかね。ダメですか。全然ダメ。でもはっと目を引くものにはなってるかなという感じはしますね。それもこれ全部100均ですからね。100均でありなんじゃないかなと私は思います。この辺もなんかお水感も出てるし、そうですね、30分も経たないうちに来た。石ジェル入れて、石入れて、フォーム入れて、リボンして刺しただけでゴージャスになります。私的にはこれありだと思ってます。なんか簡単すぎて本当申し訳ないぐらいなんですけど、いつも言ってるように私のはヒント、ピンクに変えてもいいし、クリアで全部白でもいいし、あくまでも一つのヒントとしてやっているので決してお手本ではないです、ヒント。ただ私は結構気に入ってます。まあブルーが大好きだからブルーにしたんですけれども、一応動画としてまとまってるかどうかわかんないですけど、まあ、簡単にできますよというご紹介ですね。これ、はい、はい、ちょっと上の映ってないですけどこんな感じ。はい、今日はちょっと顔がいっぱい映っちゃってお見苦しいところ、もうドスッピンなのに申し訳ありません。
次回、キャンドルの予定なんです。次回もブルーなんですね。キャンドルブルーが基本大好きなので、次回もブルーで、その後もう一個やりたいのもあるんですけど、それもブルーと白なんですよ。だから間に何か入れないとダメかなとか、いろいろちょっと考えてるところです。もしかしたらまたブルーが続くかもしれないですね。もしよければお付き合いください。本日はお見苦しいところもたくさんあった中、ご覧いただきましてありがとうございます。他にもいろいろ動画上げてますので、いいなと思った作品が一つでもありましたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あまりにも簡単ではありますが、参考になればいいと思っています。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。風の雫でした。さよなら。